こんにちは、基盤インターナショナル女子部の小林です。今回は2級ボイラー技師についてご紹介したいと思います。まず2級ボイラー技師とは、まずボイラーとは、ごく一般に設置されている製造設備あるいは、冷暖房、給湯用の、エネルギー源ですね。そのボイラーを取り扱うのに必要な国家資格が2級ボイラー技師となっております。2級の資格だけで、どんな種類のボイラーも扱えます。次、どんなことに役立つかというところなんですけれども、まずビルの管理会社などで、即戦力として必要とされます。必要とされる主な就職先はこちらとなっております。軽作業を中心で持っておくと定年後も使えます。それから、全国どこでも空調設備があるところなら、ニーズがある資格が、ボイラーの資格となっております。2級ボイラー技師を学べる e ラーニングですね、こちらの2つとなっております。1つ目は中村織夫先生のですね、3240円というのも、というお安い価格も魅力的となっております。それから石原哲郎先生の講座ですね、先生の、実務経験知識とともに、が豊富なので、合格に直結する分かりやすい講義となっています。文系理系の別を問うことなく、合格に必要な知識を、短期間でつけることができます。講座詳細ページこちらとなっておりますので、ぜひご確認ください。一緒に勉強していきましょう。